野津田、いいですね、柏、さあ中に入っていったシュートを狙う柏、うん、決まった。先手を取ったのは広島、柏芳史が決めました。中に入っていって右足、これね、広島のこれに至るまでの粘り強い攻撃ですよね。クリアボールは野上が拾ってダイレクトでサロモンソン、さあ前を向いた状態、1対1クロス、ドグラス・ビエラ、こぼれて野津田のパスを選択、柏のシュート、立ち上がり決めたのは広島、柏芳史でしたね。エミル・サロモンソンの、ね、クロスも良かったんですけど、そのこぼれを、ね、しっかりと、少しこうノールック気味ですかね、はい、スルーパスをね、柏がこの位置にいます。少しポジションをチェンジしている広島、サロモンソンはどうする、川辺浮き球を使う、渡り、もう一度ヘッドだ、ねじ込みました。最後の津田のヘッド、広島同点。この神戸の左サイドのセンターバックとサイドバックの間ですね、ここで起点を作ったことによって中で合わせることができましたよね、はいはい、柏が左にいます。その柏を使う、もう一度森島呼んでますが、柏は中に入っていく。そして柴崎から右サイド、ハイネルを狙った、中3枚入ってます。さあハイネルからのクロス、速いボール、斜めの動き、柏がここに入ってきていました。同点に追いついたサンフレッチェ広島、左からまあ中経由して右と、まあ、どうしてウイングバック打ち形になると思いますから、はい、佐々木のスローインからパトリック、スラース、そしてドグラス・ピエラ、ここに落ちた、空いている柏だ、追いつきました広島、見事でしたね。そうですね、ここに2列目から飛び出すと、ヘディング。守備は声を掛け合いながら集中すること、前半と同じようにスタートからしっかりボールをつないでいくことの2点でした、まあ、やり続けていることを続けていく。さあ柏、決定機になるチャンス、柏先制、広島51分、飛び出した柏、今季6ゴール目、最後に青山が出てきます。左の柏へ、川辺が背後を取る、内に入ってきた柏だ、柏、うん、先制はサンフレッチェ広島、うまく左サイドのコンビネーションで崩しました。ボールには触れた林でしたが、勢いは殺せませんでした。柏がうまくフェイントで抜く、自分で狙う、決まりました、柏芳史、見事なミドルシュート、今シーズン8点目、広島が上位進出へ望みをつなぐ大きな2点目。ボールを意図せぬところで奪われて、意図せぬタイミングでボールを奪われたので。